五十八年前、旧清水市で一家四人が殺害され、死刑が確定した。袴田岩尾さんの再審・やり直しの裁判は、来月二十六日に判決が言い渡されます。これを前に、昨日、袴田さんの支援団体が静岡地検を訪れ、無罪判決が出た際は、控訴しないよう求める要請書を提出しました。検察官は控訴することができますのでね、検察官の両親として。 控訴しないでほしいというお願いをですね、まあこれからずっとやっていくつもりでおります。また支援者らは静岡地裁も訪れ、袴田さんの無罪判決を求める8217人分の署名を提出しました。